えー、というわけで、えー、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャ大歓迎といつも言っておりますけれども、来るものは拒まずのスタイルで今日もやらせていただきます、パーカッションの高見です。よろしくお願いします。で、今までやってたようなハンドパーカッション、コンガとか、えー、ジャンベとか、えっと、セトラ、イトセトラなんですけれども、っていうのは基本的に自分と楽器だったんですよ。自分と楽器の関係だったので、自分のこの体の動きさえ考えておけばよかったと。 いう話なんですねあこういう動きをすればすなわちこういうふうに発音ができるなとか自分にとって楽な動きだったり安定した動き速い動きができますっていう話でしたで大きくパーカッション叩き方2つしかありません2種類しかありません1つは直線的な動きまっすぐ直線的な動き具体的に言うと肘の曲げ伸ばしだったり重力に任せた垂直方向の 動きだったりしますで2つ目は回転の動きですね、えー。肩を軸に腕を回す「なんでやねん」というような腕の使い方だったり肘から先前腕といいますけども前腕をくるくる回すような動きこれをよく使います。この直線か回転かっていう大きく2種類がありまして、えー、その2つをまあ組み合わせてねハイブリッドで使ったりすることももちろんありますし より複雑な三次元的な動きをすることも可能ですけれども、えー、単純にシンプルに分けると直線か回転かという2パターンになります、はい、で今回やるよ、ね、マラカスとか、えー、議論もそうだしスティックもそうなんですけどこれ1個その発音する対象の前に道具が加わったことになるんですよだから例えて言うなら、まあ、スティックだったらこれ自分の関節が1個増えたということじゃないですか 今までこうハンドパーカッションで叩いてた。ここで発音できてたのに、今度これが増えて長くなって、こうなったと。で、道具が加わると、これね、動きがもっと複雑になりますっていうのはなんとなくわかりますよね。自分のこの体の動きだけではなくて、この道具の動き。まあ、ちょっと難しい言い方をすると、この力のね、モーメントとか回転とか、 よりこう立体的に三次元的にに動かせるわけなんです。体に連動して動かすこともできるし連動しないで動かすこともできちゃうわけなのねだからこうもう可能性がありすぎるんですよいろんな方法がもうありすぎる道具を1個加えただけでもなんで実際そのもう世界中にはですねその 例えばスティック1つ取っても本当にいろいろな叩き方をしている人がいる使い方をしている人がいますし、えー、マラカソも議論も同様なんですねいろんなやり方が存在するもう無数に可能性があるわけで <laughs> えじゃあそんな可能性あったらもう選べねえよという話なんだけども最終的には自分が演奏者がやりやすいやり方あこのやり方自分に合ってるなっていうやり方だったり、えー、音楽に えー、合わせたやり方この音楽だったらこういうやり方こういう叩き方がいいよねっていう風に選ぶっていう、えー、ステップアップっていうかね最終的にそういう風にその演奏方法を決定するという順序になりますじゃあスティック振ったことある方も振ったことない方もですねあの簡単ですのでちょっとざざざっと説明したいと思います、はい、さっきも言ったように道具が増えるともうあの無数にやり方がありますけれども 数あるやり方の中でも大きく3種類やり方が分けられますジャーマングリップフレンチグリップアメリカングリップです名前は覚えなくても大丈夫ですあ3種類あるんだっていうことねしていただければいいかなと思います、はい、大きくこのスティックの持ち方構え方で分けられておりましてまずこう自分の腕 体に対して、歯の字になる。このような形。はい、これジャーマングリップと言います。歯の字ね、歯の字。だから手の甲が上向くような状態。はい。で、これの特徴はですね、えー、回転が使えるっていうことですね。この肘から先がこう。 回るかどうかっていうのを確認しながらやるとこの動きの理解度が高まるよりクリアにその動きを捉えることができます簡単に説明するとこの肘から先を回す動きっていうのはこの上っていうか親指側の骨がこう傾くようにねじれるようにして回っています、えー、ドアノブを開ける鍵を回す えー、パチンコを回す動きで、まあ、使うような動きですねはいじゃあじゃあじゃあさっき言ったジャーマングリップねハの字の腕を振って叩くことはできます、えー、もちろんできますけれども、まあ、細かくなったらねこのこの回転こういった回転を使って叩くことができるさらにこの えっと腕の構造としてこのハの字っていうかねこの向きっていうのは非常に理にかなった向きなんですねこの連続的に関節が伸びてると考えられますのでこう連動して感覚的につながってるっていう感覚が得やすいですはいでこの回転も使えますと レギュラーグリップなんかもそうですね。レギュラーグリップもこう、こうなると。レギュラーグリップというのはこういうジャズとかでね、マーチングバンドとかで持つような持ち方になります。はい。じゃあ次、フレンチグリップっていうのね、あります。フレンチグリップ何かっていうと、親指です。親指を上に向ける振り方。はい。こう、このような振り方ですね。あるいは、腕から振るとこう。 えー、フレンチグリップは親指上向いてます。ティンパニグリップとも言ったりする。えー、名前の通り、ティンパニを、えー、叩いたり、この肘から先の前腕のこの直線運動をやりやすい動きなんですね。はい。で、明確にこれじゃ、えーっと、ジャーマンとフレンチだと音が変わります。 ジャーマンフレンチジャーマンンはい、えー、フレンチグリップの方がちょっと音がまとまって低いピッチ音程が低いのかりますでしょうかはい僕の印象で言うとこのフレンチグリップの方がより硬、えー、い音っていうかね硬質な音、えー タンタンタンっていうよりかはトン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 っていうような音だったり、えー、より音程が低くなる感じ硬い音ですね対して、えー、ジャーマンハの字の方は、えー、より柔らかい音、えー、そして音程はちょっと高めという感じになりますハ、はい、の字回転の方は、えー、より柔らかな動きしなやかな動き速い動きっていうのを適してますし フレンチの方はこの腕から触れますのでより直線的な動き硬い音、えー、低い音っていうのに適してるとドラムで言うとですねあのー、最近のそのんゴスペル系のドラマーなんか結構こうまっすぐ振ってる感じありますよねそれかなりこの高質な音を出したいからっていうのがあると思いますしこう こう直線的にもう垂直落下させるようなエネルギーを使ってるっていう感じなんです。対してもっと柔らかく叩きたければ、ジャーマンのような大きくえ回転も含んだ三次,次元的な動きになりますという感じなんですね。最後ね、その中間があります。ジャーマンとフレンチの間ね。はい、間はね、アメリカンと行ったりします。アメリカンはまあちょうど真ん中ぐらい。 ハの字ほど開かず親指を上げもせずっていう感じです。で大体この前腕からこうまっすぐになるような感じですね。はい真ん中がアメリカンと覚えていただければ大丈夫です。アメリカンはその真ん中なんでこのままジャーマンにも行きやすいですしかつまり回転系のかこの回転系の 動きにもシフトしし、やすすいですしこのままねヒュッと親指を上げたらすぐフレンチに行けるから音色を変えられるすぐ音色をさっと変えられやすいです例えば普通はアメリカンで叩いててドラムなんかでねこうライドに行った時だけフレンチになるっていうパターン結構あると思うんですよそれコツコツね鳴らしたいからこう持ち方をね若干変えてるっていうような感じになります でえっと、これは本当にもう数ある数ある、えー、いろんな無数の、ね、可能性の中から大きく分けたっていう感じなのでこの3種類しかないっていう話ではもちろんない例えばドラマーを10人連れてきたとするドラムセットをやってる人でもいいしマーチングを、ね、やってる人でも吹奏楽をやってる人でもいい,い,いですけど10人連れてきたら10人あの違う持ち方叩き方をしていると思います。 でまあ、大きく分けると大体その3種類にあの区別できるけれどもそこで、まあ、微妙に、えー、と割合を変えたりこのね傾きの割合を変えたりどれぐらいこの回転を使うのかあるいはこの、えー、肘の曲げ伸ばしを使うのかっていういろいろな、えー、方法がありますで実際に、えー、演奏の中では、まあ、それらをねかなりこう切り替えてる、まあ、そんなことは一時考えてないんだけれどもう そうね、出したい音色によって柔らかい音が出したければこのように叩くしい硬い音色が出したければこのように叩くというえー、風にね、まあ、切り替えていきます。